すいません、産経新聞の山沢と申します。はい、お願いします。あの昨日発表されたあの県 の, あの今回初めて社会人経験者の職員採用の件でですね、はいはい、非常にあの応募が殺到したということでですね、はいはい、あのこれに対する知事 の, あのご感想、あの、はい、今回そもそもなんで初めてあの社会人採用をするということになったのかということを改めて、はい、それも含めてお願いします。はい、あのまあ、今回社会人採用をすることにしましたのは、まあ、これまで、新卒採用を数年間、大きく抑えてき、ておりまして、まあ、その結果その職員のですね、年齢ピラミッドに大きな歪みが生じてきています。まあ、それを少しずつ是正を始めるという目的のために今回始めておるわけですけれども、まあ、それで社会人今回は27から34歳までという、まあ、年齢で区切って、応募いただいておりますけれども、まあ、非常にこう高い関心をいただいておるというのは採用する側としてはですね、大変ありがたい、ことだと思っております。優秀な職員を採用するためにはやはり、大きなプールの中から選抜をするということが非常に効果的であると思いますので、まあ、そういう意味では大変ありがたいと思っています。まあ、他方でいろんな社会情勢等の影響もあるかもしれませんので、まあ、それについては、まあ、楽観していいのかどうかというのは若干複雑なところでもあります。ありがとうございます。はい、中国新聞高橋です。事業仕分けについてなんですけれども、はい、この間の国議会の方で独自の検証を済んだんですけれども、はいはい、結果としてですね、はい、まあ、県議会で不要という方向でまとまったものはなくてですね、まあ、むしろ県の仕分けに批判的というかですね、はい、概ねですがという結果が出ました。でかなり今から県が判断をしていく上でかなり難問かなとも受け止めてはいるんですが、はいはい、まずはその県議会の検証についての受け止めと、はい、あとかなり両サイド判定が違った部分もあるので、はい、それについてどういうふうに解釈して判断されていくか、その2点をお願いします。はいはい、まずその県議会でご議論いただいて、でかなりしかも熱心にご議論いただいたと。でその中でもいろんな意見がですね、やはり、あったということは私は非常に良かったことだと思っております。で、まあ、今後のその、まあ、なんていうか取り扱いというかですね、についてですけれども、これは事業仕分けでも申し上げている通りですね、結論の部分がのみが重要であるということではなくて、その過程でいただいております意見が重要であるというふうに申し上げております。それは県議会のでの議論でも私は同じだと思っておりますので、その議会でいただいたいろんなご意見、それから仕分けの中で出てきたいろんなご意見を踏まえながら最終的な事業の見直しというものにつなげていきたいと思っています。でそれで県の最終的なその結論ですよね、県としての判断いつ頃公表されるのかというのと、その検証過程ですよね、かなり透明化されたいというふうにおっしゃってたものですから、もうちょっと具体的にですね、どのような形で県民に説明されるんでしょうか。はい、まずそのいただいたご意見がどういったものであるのかということ、それからそれに対してその、まあ、一定の結論なりですね、こうしますというふうに我々が決めていく時の、まあ、その意見に対する考え方みたいなことですね、こういったことはそれぞれまとめて、公表していくような形になるんじゃないかなと思っています。で、まあ、タイミングについては予算もありますので、その予算のプロセスの中で進めていくことになると思いますけれども、全ての事業をこれで処理できるわけでもないと思いますので、中にはそれこそいろんなご意見があってですね、それをまあ審査していくと少し検討が必要なもの、あるいはその、まあ、今回補助金等もありますので、その対外的な影響があるもの、その影響を考える必要があるもの等もありますから、
いくつか来年度以降に、なっていくのもあろうかと想定をしています。ここにありますでしょうか。西飛行場に絡んで、ちょっと以前も伺ったんですけれども、はい、定期便がなくなる10月になりましたけれども、1月の特会談では、財政負担は定期便がなくなるよとおっしゃっておりましたけれども、その11月以降どうされるのかというところは、方針としてはもう固めているんでしょうか。基本的にはですね、定期便の廃止は県の負担は行わないというのが、スタンスなんですけれども、ただ1月の時にはですね、3月までは定期便があるという前提で話をしておりましたので、10月末というのは当初の想定よりは短いということですね。いずれにしても、そういったことを踏まえて、具体的には事務方で今調整をしてますので、もう少し、その結論についてはですね、待っていただきたいというか、という状況ですね。ということは、その年度末までは約束したという状態ではないという。年度末までお約束したという認識ではありません。協議の結果、他のタイミングで打ち切ると。そうですね。それはあり得るかもしれません。それは今、その広島市の検討の状況もありますので、いろいろそういったことを踏まえて、決めたいと思ってますけど、途中で打ち切りもありとかいう見出しにはしないです。すいません、山陽新聞正本です、はい。よろしくお願いします。はい、友の関係なんですけれども、はい、先日の福山市長の会見とかでも、はい、市長の方からちょっと焦りといいますか、苛立ちといいますか、はい、そういった感じの発言が、ここに来てちょくちょく聞かれるようになってるんですけど、はい、それに関して知事のお考えとか、はい、それから福山市に対して何かメッセージのようなものがあれば、はい、市長がですね、これずっと大きな市長としてのライフワークというとちょっと違うかもしれませんけど、大きな課題として取り組んできておられますので、市長のそういったお気持ちは分からなくもないというふうに思います。ただこれはそもそもこれまで25年かかって、決着を見てないものでもありますから、今少しその25年使うということではありませんので、数ヶ月のこの範囲の中でですね、しっかりと議論していくことが私は引き続き重要だと思ってますので、その点についてはご理解をいただきたいというふうに思っております。関連なんですけれども、はい、友のことで、はい、ということはじゃあスケジュールとして、はい、ペースですよね、はい、今のままの1ヶ月1回というのは変更なしということでよろしいですか。それはいわゆる仲介者の方が最終的には決めていかれるということになると思います。それはご自身たちのご都合もありますし、地元のご都合もあります。これまでもスケジュール調整の中でですね、地元の皆様の都合がつかなくて後ろになってたということもありますので、もちろんその仲介者の方がスケジュールが取れなくてこういう日にちになるということもありますので、それはちょっと最終的にどう動いていくかは私は分かりませんけれども、それはなるべく早くと、そういったいろんなスケジュール上の制約の中でなるべく早くということは仲介者の方も、また県としてもですね、それを持っておりますので、そういう方向で進みたいとは思っています。時間が迫っていますので、あと一人ということでお願いします。ございませんでしょうか。なければ以上で終わります。ありがとうございました。